7歳、だいぶ若い。21かと思ってた。孫と早い結婚する予定だったの、あそこ。足踏み久しぶりに仕事忙しくて、うわー待って、トップが変えてないですか、ごめんなさい、覚えるね、すごい面白くて、でもこれ顔するに小学生でも20代、あ、そうなんだ、ちょっとこの時間にそっけないわ、眠くなっちゃいそう。大人になって聞いてたな、うわ懐かしい、なかなった今のはマグニチュード5ぐらいだな、こんなこと付き合ったら最高だろうな、実際そんなこと言ってくれる子マジ一人もいないからね私、川谷絵音さんめっちゃ好きなの。あ、川谷絵音さん自体はまあ置いといて、川谷絵音さんの作る歌って本当に好きなの私で、このバンドは川谷絵音さんがプロデュースしてるバンドなのね、めっちゃ好きだったこの歌、でもめっちゃ川谷絵音じゃない？歌はいいよね今日もエリセイのゲイシミル、本当にあの人天才だと思う、本人が歌ってるのそれな、本当にすごい好きだったこの曲、言ったじゃないか、
ねえ、エモ自体が始まってるけど大丈夫そう？そう、てかね、違うんだよ。あのね、眉マスカラをね、なくしたんだよ。だからなんか薄い、多分。そう。でも、ね、えのんさん、本当に好き。え、分かる人いると思うけど、14.2 しかない。私ね、あの目の縦は幅があるんだけど、横に幅がないから 14.2 以上のカラコンをつけると宇宙人になっちゃうんだよね。ゲスよりさ、インディゴの方が私は好き。わかる、うん、なんかインディゴの曲の方が曲調が好き、私は。まあでも言うて多分ゲスの方が知ってる曲多いけど、アルバムとか買ってたし、コンタクトとかってつけたことないからわかんない。知ったり、そうだね、なんか病んでる曲多い気がする、インディゴ。ハジ好きだった。ハジさん、私知ってる曲さ、ハジってあれ、なんか野球の歌歌ってない？あとミワトの歌なかったっけ？ハジさんじゃないっけ。あんまりわかんない。トータルキテイクで演歌の幅すぎるの、うおー、ちょっと合いそうだな。もうダメだ。鼻水は逆に何好きなのかな。タケルくんだ。ポケモンです。あ、そうか、確かに確かに、うん、ポケモンわかんないから、逆に。待って、なになになに、これなんか今、ちょっと待って、違った。今日メンションしてくれたんだよね、誰か。懐かしいな、懐かしい曲ばっか流れるわ、こっちのプレイリスト。車なら、車か。最近さ、マジでバイク乗りたくて
マジで本気で乗りたくてバイクに。マジでバイク乗りたい。自転車からバイクわかんないの。僕バイクやるようになったまで、それはやばい。それはやばい。そう、なんかすっごいバイク乗りたいんだよね。てか違うんだよ、バイク乗りたいなって思ったきっかけがあって、なんかもともと私車よりバイクの方が好きなので、なんかバイクずっと乗りたいなって思ってて、で、あのうちのお店、そのバイト先のお店に超可愛い原付があるの。プレゼンすぎれば、いやいやいや、マジ超可愛いの、その原付は。バイクじゃないんだけど、バイクはまあ置いといて、そこの原付が可愛すぎて、で、私免許とか持ってないからさ、その店長にあの原付って乗れるんですかって聞いたら、乗れるよって言われて、なんか。なんて言ってたの、なんか、あ、待って、あと何だよ、店長が、あ、リーヤっていう設定だよね、なんかリーヤが免許を取ったらあの原付あげるよって言われて、めっちゃ欲しいの私その原付、全然調べてはなかったわ。それでそのフックを作ってるんだけど、なんかそのフックも売りたいってなって、なんか愛ちゃん、あーリーヤモデルやってくんないって言われて、で、あ別にいいですよって言ったら、なんかその対してなんかその配る系だと思ったの、そういうのをね。でそれで写真撮ってて、そのなんかスタジオみたいなとこがあるんだけど、そこで写真撮って、でその1週間後ぐらいしたらさ、私のバイト先にさ私のポスターがあるのよ。マジ面白いからね、私毎回行くたびに自分の顔見ていくんだよ。マジ恥ずかしい。恥ずかしいの、いやマジ恥ずかしいから。なんでそんな起きてるの今日、いつも起きてるよ。いやマジマジで恥ずかしいから、エアちゃんも探せる、探せるね。静岡の駅前、ん、静岡のいろんな駅転々としたら多分見つかると思う。でも何とも言えない美女。そうか、なんかやめて、マジでマジでやばいかな。みやさん一人暮らしじゃないですね、マジ。そうやばいだよ、マジでバイトだよ。叱られたら私は絶対に笑うだろう。あの夏やめてやめて、いやマジあの写真マジブスいんだよ私。ひかるさんはその写真が良かったらしいけど、私は違う写真が良かったの。リアちゃんね、マジめっちゃ面白いよ。嫌じゃない、自分のバイト先行ったら自分のポスターあるんだよ。それもそこそこでかい。恥ずかしい。意外とすぐ見つかりそう。見つかるね、ガチで探そうと思ったら本当に見つかるね。いやマジで恥ずかしい。いやエリカさん、エリカさんって私の推しの店員の人がいるんだけど、エリカさんでいいやんって思った。探してくださいって言うふりだよ。違う。
何の歌だっけこれ、あいみょんとかとか、なんかなりそう。目当てに行くもんな。いやいやいや、色落ちめっちゃしたな。なんかさ、この時間まで起きてる友達いないからさ、私ライブしてるしかないよね。暇よな。みんな意外とこの時間寝ちゃうからな。なんか起きてても2時ぐらい。キスだけで、あいみょんとの歌、なんか公園で作ったみたいな歌だよね。普通寝てるわな。まあ確かに4時だわ。あ、編集すいません。寝っ転がる？4時だね。10時ぐらいまでやってた頃。最近ほうれん草めっちゃ目立つんだよね、笑ってると。明日一限終わった。一限何時なのかな。時間でもやるくない。スタンド立つかな。立ってくれたら楽なんだけど。もう危ない。クセか。立たないな。視界に入ってくる。なんか髪の毛、前髪伸びたな。伸ばし中なんだけど。インスタフォローしました。あ、ありがとうございます。団子、お団子。なんかもっこってなる。
友達がめっちゃ好きだったんだよね、この歌。倒れないで、こうすればいい？ちょっと携帯が重たいってスタンドが言ってる。えら、好きじゃないから隠したい。いや、自分で持ってたもん、持てる気がするの、これ。なんか髪ボッサボサ、気になっちゃうくらいの。やばい、マジで寝れる気しない。どうしよう、今日8時ぐらいまでライブする？明るいんだけど、いつももうちょっと暗いっけ。私さ、羊とか数えるとさ楽しくなってきちゃって眠れないんだよね。死ぬ気てます。大丈夫？逆にみんなほぼあれだけど、うわー、トラック休んでね、ちゃんと。ナダルが一人、それは嫌だ。寝れるかも。倒れないで。お願い。なんか、姉ちゃんのよく布団かぶればいい。寝れたし、連想式、何それ。ちょっとやる気なくしちゃった。この体勢やばいね。英語でなんていうの、もう5人でください。帰るで、ヤホー。またシープっていうの、ちなみに僕も帰るって名前、嘘、言ってくれたっけ前。世間ね、シープとすればいいんだから寝れるとかなんとか、全然寝れる気しないでさ。シープが1匹、シープが2匹ってこと？絶対寝ないよ私。聞かないな、てか分かんないな。知ってる曲あるかな。僕も帰るです。嘘つけ。